おはようございます。ディレクター申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。昼寝が癖になりました。なんかね、深夜まで起きるでしょ。そうすると僕6時間ぐらい寝て起きるんですよ。昼によく夜勤前に寝るっていう習慣が昔からありまして、それがね、休みの日にもね、影響するようになりまして、なんか、いつ起きよう、いつ昼寝しようみたいな。ダメですね。そんな昼寝男が送るね、ドラゴンクエストモンスターバトルドビクトリー、今日も始まります。行ってみよう。余裕の勝利、メラでとどめようと。レジェンドヒーローで重要なので、そこは使用禁止なんだね。で、他スペシャルカードとか使えるんだね。相手のヒットゾーンゼロにする。ターン制限とかもないし、結構これ簡単なんじゃないかなと。まあ、メラを使えるモンスターは、まあ、主に3体。まあ、3体かな、主に。そうだね。そのモンスターを入れつつ、もう1体何か、入れていけば多分簡単にいけると思います。行ってみようか。はい。で、問題になってくるのは、相手のパーティーなんですよね。対人戦じゃなくてよかった。俺、これ対人戦じゃなくてよかったわ、マジで。はい、決まりました。メタルスレム、デンタトールス、ゴロ宝石。まあこんな感じだよね。メラが使えて。で、もう一体は、途中まで頑張ってもらいます。で、最終ターン、決めるときに、気合玉を連打すれば、暴発はしないからね。いや、しかしさ、敵のパーティーがさ、もうびっくりするぐらいさ、なんか、中パというかさ、なんか狂気からが並んでるっていうさ、びっくりしたわ、これ見たとき。これ対人で出されたら俺ね、泣くと思うよ。まあ、とりあえずメラ使うまでは普通に削りましょう。メラのターンまではね。普通に削っていきましょう。はい。で、イタテンの刃。はい。メラは通りが悪いんですよ、このパーティー。というわけで、決めるまではね、普通に戦っていきたいと思います。しかし、ナイトリッチと嘆きの亡霊って、分かってんね、パーティーのことを。はい、ドルマ、一体ね、202、弱いね。デンタザウスの体勢なめんな。さあ、くれぜそう、踊る宝石、メタルスライム、あと、ゴーストぐらいなんだよね。メラ使いなんて。そうすると多分これかなーって思って。あ、食らうの？回避率だいぶ上げたんだけどね、君。回避率 25% ぐらいまで上げたんだけどな。ゆりかごなぁ。支援をしてくる、そうやって。おい。まあ、デンタが寝るのはしょうがないとして。このゆりかごがくせ者なんですよ。ゆりかごに対してはね、メラ使いにゆりかごを耐性持つやつなんて誰一人いなかったんですよ。誰一人いねえわ、そんなの。だからもうどうしてもゆりかごはもう必要経費でしょう。まあ、メタルスライム寝る。デンタは一応、状態10体制はつけたんですけどね。それでも寝るときは寝ますよ。メラ驚くときは頭が悪いというか。そうそう、この気合手目を使うとメラのダメージは上がるんですよ。で、だから最終ターンまで、これを連打すればいいだけですよ。メラ打ちつつ、これを連打するだけでいいんですよ。なんでもう次のターンからはね、メラ、気合止め、メラっていう、それでずっと命令していけば、そのうち倒せます、これは。まあ、ただ6ターンまでに倒せればな、なんか逆に削り切られそうな気配はするんだけどね、一応。ああ、いいね。驚すぎ、ここで避けていく。まあ、ドルマ。まあ、これ、ナイトウチ賢いんで、デンタにしか打たないでしょう。うん、だね。だね。基本これで戦っていけば、倒すことさえできれば、これでそのうち終わります。はい !291! で、気合止めでメラのダメージは上がるしね。炎の呪文さあ、クレッツねーいやいや、嘆きの亡霊には効かんさ、メラは。驚く時の頭が悪すぎる。このターンで倒しきれたいだけどね。驚く宝石のメラの打つ位置次第かな。メタルサインは大丈夫です。ね。全然大丈夫じゃないけど。踊る宝石の頭が良くないとダメだな、これ。踊る宝石が、ナイトリッチにメラ当てることができればいける。大丈夫ですかね、これ。ここで気合いため。
ここで気合いだめ。うわ大丈夫かな、なんか削り切られそうな気がしてきたぞ。おいパーティーは間違ってないんだけど、おいおいやめろそうやってすんの。あー大丈夫大丈夫、踊る宝石が生きてる、踊る宝石が生きてる。いけメラで決めろ、メラで決めろ、いくぜ。はいオッケー、そういうことですよ。はい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 、まあまあまあこれは比較的楽な方だったね、プラキンヒッポの時よりは。まあこれは余裕の勝利というかな、普通にメラは強いしね、このゲーム。バルボロスで相手の敵を3回以上ヒットさせてからアイテム強いのにする。はぁ、運だのみな、スペシャルカードも使用禁止じゃん、よく見たら。うわぁ、かなりなんか難しそうなん来たな。回収的に出なあかんのかよ。あー難しいな、バルボロス相手に。魔王相手にスペシャルカードなしでやんのか、なんか難しそうだな。めっちゃ難しいんじゃないのこれ多分。まあそうだよね、バルボロスが出てくるわな。はい、決まりましたよ。オキズスライムボスロール。ちょっと待ってくれ。いや、でも、モンマスでさ、2コンビ入るってこれしかないんだけど。低い。HP が低いんだけど大丈夫かな。こっちの会心を狙える、技っていうのは、モンマスターマスターで言うと、このオーギーズとボストロールぐらいしか所持してないんですよ。主人公使った方がいいんかもな、こればっかりは。なんで、会心が出やすいスライムと会心狙いの2体っていう。こうなっちゃうよな。ただ耐えられんのか向こうの HP。 さあスラストライク一番会心が出やすいでしょう。なんだかんだ言ってさ、あれ会心を3回出すって結構相当だぞ一戦で。やめてやめて、うちのスライムいじめないで。うわー、ほらこうなる。いけ、通行抜き。さあ当てるしかないですね、これは。はい、失敗。これ、3回もやんのこれ。はい、あこれさ、こういうやつでやらせるもんじゃないよ。この手のもんっていうのはさ、こういうプレイでやらせるべきじゃないでしょう。運絡みすぎるでしょう。オッケー、スライムが出していく、まず。まずスライムね。はいはいはい。まずね。いけー、だからさー、これきついきつい。さあ4回目失敗いや普通に考えたらこれが普通ですからね。皆さんポンポン出してる気がしますけど、これが普通ですからね、言っときますけど。大会2割ですからね、これが出る確率なんちゃ。この手の技ね、会心が出る確率なんじゃね、2割ですから。ポンポン出してる方がおかしいんですよ。しかもこういう狙い系やろ、普通に考えてなかなか出ねえよ。おい、なんで避けられんねん。避けられてもうてるやんけ。頑張れ頑張れ。はい、オッケーオッケー、ようやく出したか。あと1回や、あと1回か。うわー、やめて。よけろ、よし。あー、麻痺か、麻痺はもうどうしようもないよな。うん、とりあえずあと1回出せばいいだけや。あと1回出すだけやで。これスペシャルカード使用禁止がきついんだよな。使用的ではマジに感じでポンポン出して終わりだもんな。いくぜ、オッケー、スライムちゃんが出してくれた。オッケーオッケーオッケー、あとは勇気ためだけや。うわ勇気たまんねえな、このターンに。うまくいけよ、このターンに勇気たまったのに。あー、やばい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 。その前に死んじゃう。あー、うおー死ぬんじゃねえかな。うん。何してんだ、お前ら。え、何回、ちょっと待って、何回中何回死んでんだ。おい、何回中何回成功したよ、これ。ああ。だからに嫌いなんだよ、こういう系。
基本的に俺運が悪いんだよ。運が悪い俺にさせるな、こういうこと。よく当てたねー。まあ2割は2割やんな。うわー、待って、避けるしかない。避けろ、おみんな、なんか避けろ。スペシャルカードが使えない関係上、やっぱり耐久力って重要っすよね。ちょっと耐久寄りにしました。ウォーキルズとね、ボストローのマスターダブスキャラ変更して、シルバーデビルにしました。そうすることで HP がね、2700までは上がりました。さあ問題はここから回信出るかよ。さっきみたいなね、2割痛恨じゃね、めんどくさくなってくるからね、いろいろと。早いうちに出してほしいわ。まあ、シュービーもかなり出しやすいんですよ、ローガンの爪はね。モンスターマスターも相まって、出ない。基本的にはね、このさっきみたいなスライムの奇跡ありましたけど、この2体に出してもらうとダメなんだよね。ああ、この2体に出してもらわんことにはって話だよな。さあミスが出ました。だからこういう魔王系で使うもんじゃねえしな、そもそも。そのほら、もうボソロやられやんか。ほら分かっとったことやけど、もうほら配信出すどころかって話なんだよな、さっきから。このミッション一番俺苦手かもしれん。こういう系のミッション一番俺苦手だわ。俺動画でやるもんじゃねえもん、こういう系って。こういう系のはね、動画でやるべきもんじゃねえからな。ほらもうこうなる。ほらもう。撮りながらやるもんじゃねえよ、これ。よっしゃ、一回出したのか、これ一回か。え、まだ一回、あれ、このままやっぱりやられるんじゃねえかって出てんな。うわうわ、あと一発切り耐えるか。でも勇気がたまんねえな、こんな戦法のせいで。よっしゃ、2回やるじゃん。大木内がやってくれる。ただもうお前が当てればもう安泰だ。お前が当てれば安泰。よっしゃー。あとはこのターン耐えきれば勝てるか。このターン耐えれればってところかな。いけるかな。てかシルビーが今回一回も出さないとかで珍事発生したんだけど、耐えれんのかこのターン。このターン耐えれればやな。耐えれそうではあるな、ジゴスパークは。うん、耐えれるでしょ。よっしゃ、ギリやけどな。それでもギリか。当てろよ、当ててくれ。そしたらたまる。はい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 、違う。あぶねえ。これは苦戦したぞ。本当にもう。3回出したもんね。絶対出した。大喜利でボソロで出してる。よかった。なんでもええわ。なんか。放つのだ。